ちょこんにちは。はい。さあ、ゆたかさん、ビッグなニュースが入ってきましたね。はい。という前に、はい、どういう正月だったよ。どういう正月だったか。ああ、なんか、まあ、変わらず。変わらずです。甥っ子姪っ子たちが名古屋から来てたので、はい、なるほどなるほど。はい、ワイワイガヤガヤしてました。まあ忙しかったな、引っ越しとかいろいろ重なって。そうだ、年末引っ越しをされて。大掃除どころか家の中ひっくり返ってたわ。そっからすぐにまたね、西方面に。そうそうそう、まあ、仕事行ったりとかね、はい、いろいろあの女房の実家に寄って帰ってきたりだとか、はい、まあ、してちょっと大変だったけど、やっと、うん、まあ落ち着いたかなという。あ、まあ、世の中も、はい、まあ、正月ムードがやっと抜けたかなというね。そうですね、もう、まあ、そんな感じだね、はいはい。そんな中での野球界の結構ビッグなニュースですよ、はい、ソフトバンクが、メジャーリーグのレンジャースの 3A で自由契約となった有原航平投手を獲得したと。ねえ、これは、まあ、有原はさ、はい、まあ、日本球界に戻るんじゃないかっていうさ、はい、まあ、噂はねちょっと聞いてたんだけども、はい、うん、まあ、岡田阪神かなっていうようなことが有力かなと思ってたんだよ、うん、早稲田つながりでね、はい、あ、まあ、だけどソフトバンクというね。そうなんですよ、うん、まあまあ、でも肩の手術がどうかということだよね。ああ、それの影響が、まあ、多少残ってるのか、いや、もう全然大丈夫ですよっていうのか、はい、まあ、今のそのね、手術のことっていうのは、うん、まあ、あんまりね、うん、昔ほど、まあ、失敗したとか、はい、そういうことはないだろうから、うん、まあ、おそらく治ってるとは思うんだけども、はい、ただそのアメリカ行って、まあ、3勝しかしてない、そうです、まあ、肩の手術もあった、うん、はい、まあ、そういうことを考えるとやっぱ実戦から離れてるから、はい、どこまで感覚がね戻るかどうかっていう、まあ、そういうところがちょっと心配なんだけどもね。そうですね、はい、まあ、2021年にレンジャースへ移籍して、はい、まあ、1年目が2勝で、昨シーズン1勝、防御率 9.45 ということで、はい、まあ、ただ日本ハムでの実績っていうのはやっぱり野球ファンの方、ね、まあね、残ってますし、まあ、新人王を取って、はい、まあ、8勝で取ってね、うん、まあ、その後15勝かなんかで最多勝を取り、まあ、その時はなんかこうカットボールを覚えて、うん、まあ、それが有効的にね、まあ、勝ちに結びついたんだけども、うん、まあ30歳でしょまだ。そうです、うん、だからまだ全然できるけどね、はい、うん、でこの有原投手、ソフトバンクは、はい、じゃあこのタイミングで獲得となったということはいつぐらいから接触というか交渉してた。いや、もうずっとしてたと思うよ。あ、もう去年のシーズンオフぐらいから。まあ、そうだな、シーズン中もしてたかもわからないよね。それ例えば千賀投手が抜けてメジャー決まった後からではなく、もう並行していってたってこと。まあ、並行してると思うよ。じゃあ千賀投手が仮に、まあ、例えばさ、はい、千賀をポスティングっていうふうに認めた場合に、うん、メジャーは絶対手を挙げるよね、はい、まあ、そうなってくると、まあ、1人抜けるっていうのは確実じゃない、はい、まあ、そしたらまあ誰か補強をしたいというふうには思ってたと思うんだよね、うん、まあ、その中で国内 FA で、はい、まあ、目星ピッチャーはいなかったという、うん、まあ、その中でやっぱメジャーに行った、はい、有原とかね、うん、まあ、そういうのが使えるかどうかっていうのは調査をずっとしてたと思うよ。あ、で、まあ、使えるという判断だから、まあ、ソフトバンクがこう決断を下すっていうのは、はい、まあ、おそらく相当な情報は得てると思うんだよね、うん、だから、まあ、これは有原は今年、はい、おそらくマウンドには立つと思うけど、まあ、はい、どのぐらいのパフォーマンスが見せれるかどうかっていうのはね、これはまだキャンプとか見てないからわからないけども、はい、30歳だったらまだまだいけるよな。まあそうですね、うん、中堅どころで、ましてはその日本ハム、ソフトバンク、はい、まあパリーグじゃない、うん、ね、知ってるバッターたちもいるし、はい、いや、だからそういう意味ではすんなりこう入っていけるかなっていうふうには思うけどね。あとはその千賀投手の、はい、その代わりというか、はい、あ、なんかこれで埋まるという感じ。いや、これで埋まるとは思わないよね。そりゃそんな千賀って日本のエースだったし、はい、そりゃ簡単には埋まるもんではないけども、うん、まあそうだな、 70% ぐらい埋まってくれればいいんじゃないかっていうふうには考えてると思うよ。そうです、ね、まあ、そりゃ全てはね、はい、有原と千賀を取っ換えるかって言ったらやっぱ取っ換えないよね。まあそうですね、まあ、そうだよね、うん、そうなってくると 70% ぐらいを、はい、カバーしてくれるとあと 30% はみんなでっていうふうに、まあ、数字的に言えばそういうふうな考え方をするかなっていうふうには思うけどね、まあ、位置づけとしては例えば、まあ、東浜投手であったりとか、はい、あと石川投手いますけれども、はいはい、有原投手がここに加わると有原投手は一番、え、何
んでしょう、一応エース何番手っていうこと、はい、ああそうだな、まあ様子見てみなきゃわからないけども、やっぱりそれは東山がエースで、はい、でまあ2番手に来るのか3番手に来るのか、うん、まあできれば3番手のうちには入ってほしいよね、うん、そうですね、うん、だから、まあ、そういう意味で言えば、まあ、千賀の穴っていうのはね、はい、70% とは言ったけども、やっぱまだまだ見てみないとわからないっていうことがあるよ、うん、いやそれにしてもソフトバンク本当に補強すごいですね。すごいよなこれで終わらなかったってガンケルまで取ってさ、オスナー取って、そうなんですよねえ、はい、コンちゃん取って、はい、でミネイ補修ミネイも取って、はい、まあ、ミネイがちょっとかすむけどね、ちょっとねいやちょっとかすむんだけど、まあ貴重な戦力にはなると思うけどね、はい、うん、まあ、だけど動いたな。いやこれはもう完全に、まあ、優勝というか不動のものにするための補強でしょうね。まあそうだな、だから相当お金はあるんだろうな、はい、これ西日本スポーツさんが記事に出してるんですけども、コモフのソフトバンク、うん、ここまで総額60億円規模の大補強なので、まあ、60億円って言ったらそのうち50億円がコンちゃんでしょ。ですけれども、あ、いやすごいですね、まあ、だけどそのマジックが出てね、はい、まあ、最後にうっちゃられてマジック出てない方に負けるというね。そうですよね、まあ、そういう失態があったし、まあ、現場はその補強を受けて頑張るしかないしね。そうです、もう優勝しかもう見てないと思うんだよね。あ、まあ、もうそうでしょうね、うん、だからまあここら辺はやっぱり賛否あるとは思うけどね、はい、お金を出して優勝を買うのかとか、うん、いやでも使ったからって勝てる保証はないから、だからまあそこら辺はね、現場がねどういう舵を取るか、うん、まあ、これは見ものだけどもね、はい、そうだな、4軍まで育成をね作るって言いながらこれだけの補強をして、そのまあ席が空いてるとしたらその席にポン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 当てはめていったわけでしょ、はい、そしたらこう頭打ちになるよね、うん、そうです、このモチベーションがどうなのかなっていうね、うん、まあ、そこから本当に這い上がってきた人間が、まあ、レギュラーとして認められるのか、はい、それともその頭打ちでも出てこれないのモチベーションが下がってしまうのか、これは難しいけどね、まあ、球団の人もこの補強によって育成がしっかりするんだっていうようなことのコメントを出してるけど、ちょっと分かんないんだよね、意味が。そうですねちょっと分かんない、なぜ育成がしっかりするの。いやいや、育成やるんだったら育成で育てながら勝つというさ、うん、まあ、だけど聞き迫るもんがソフトバンクの方にはあるんだろうね。それとやっぱりこう王さん会長やってるだけに、はい、V 級時代のもうなんていうの金字塔みたいな、うん、まあ、そういうものをこう立てたいのか、はい、あ、難しいなこれはな。そうですね、こればっかりはそうですよね。いやただまあこの有原投手が加入ということ で、あの投手陣ずらっと見ても、はい、まあ、東浜投手、石川投手を、まあ、軸にここに有原投手が入ってきて、うん、さらに昨シーズン7勝ずつ挙げた大関投手、それから和田投手加わり、うんうん、さらにあの藤井投手と森投手が先発に転向となりますし、はいはい、あとガンケル投手、坂東投手、武田投手、田中投手からなどもローテ医療を伺う状況。いや、この中で今森内が言ったね、はい、名前の中でやっぱ坂東だろうな、なんかこう可能性というかさ、はい、すごく魅力的なのは、うん、坂東がやっぱ受賞はできる素質のあるピッチャーなんだよね、はい、だからここら辺がその素質通りに働いてくれると、うん、まあ、千賀の穴っていうのは埋まるし、うん、やっぱよくさ、はい、みんなその柱が抜けるといやもうダメなんじゃないかと思うかもわかんないけど、はい、柱をなくしてチーム作りをした時にまた違うものが出来上がってくるんだよね、はい、そこでいいものが出始めたりだとかするケースもあるし、日本ハムが、まあ、例えばダルビッシュが抜けたりだとか大谷が抜けたりだとかいろいろした時にやっぱり優勝してきた、はい、やっぱこう違うものが出来上がってくるんだよね、うん、だからそこに期待を俺はしたいけどね、ソフトバンクはね。そうですね、あ、だから補強はしてるけど、まあ、その補強に対して補強した人間はこう、まあ、マックスの成績を考えるとやっぱり移籍した初年度だから、はい、それはまあきついかもわからない、まあ、8割程度に考えておいた方がいいよ。だけど残されたソフトバンクのもともといる選手が違う形でおそらく俺は頑張り出すと思うんだよね、うん、うん、だからそこに期待をしたいけどね。そうですね、うん、まあ額面通りにはなかなか移籍した人、まあ、コンちゃんが3割5分打って首位打者取るかっていうと、はい、やっぱりこうプレッシャーもあるだろうしさ、それは厳しい、まあ、これは2年目から、まあ、でも3割は打ってくれよ、
出塁率は4割切らないでくれよっていうような願いであって、だからいきなりね首位打者を取るとかそれは難しいかもわからんけど、はい、まあだけど今宮とかさ、はい、ああいう人間が昨年頑張り、まあ、今年も頑張ると思うしね、リーダーとしてね、で甲斐が峰井の刺激を受けて、はい、もっともっと頑張るようになるかもわからないし、また打てるようになるかもわからないから、まあ、そこら辺の期待が大きいよね。そうですね、うん、よくさ、移籍したって補強したら補強した人間がクローズアップされるけども、やっぱ周りの人間も刺激されてるんだよね。だからなんだ俺抑えやろうと思ってたのにオスナ来ちゃったよって、いやあいつに負けてたまるかみたいなさ、まあ、そういうこうライバル心というかね、チーム内での競争が生まれてくると、やっぱソフトバンクっていうのは金を使った意味があるというね、うん、そうですね、うん、だからまあそういうふうにやっぱこうビヌ側もこれによって誰が刺激されるんだ、だから有原がじゃあローテーションの一角ってもうみんな考えるよね、周りの人は、はい、あ補ってくれるって、いや俺が入ろうと思ったのって、それが誰なのか、出てくるのは誰なのか、もう坂東が完全にローテーションを有用してローテーションで回って有原の成績を超えるのか、はい、ね、まあ、そうなってくることも期待の裏にはあるよね、まあ、結局そこでしょうね、そういうふうに考えた方がいいよね、うん、金を使ってる、いやすごいな金で優勝買うんじゃない、いやそうじゃなくて、だから育成をどうのこうのって、ね、これで育成の方もこれでいいんだみたいなことを言った人はやっぱそういうことを考えてるんだというふうには思うけどね、競争心を高めるってことですね、だからまあそういう意味ではいい補強になるといいけどね、そうですね、はい、こうなってくるとこれソフトバンクだけの問題じゃなくて、この有原投手を補強したことがこれ日本ハムの人的保障のどの選手を取るかにも関わってくるんじゃないかと。いやそれはねちょっと深掘りしすぎかもわからないけどもでもまあまあピッチャーを取られるかもわからないということで、有原をぜひとも欲しかったっていうことは考えてもいいよね。あだから一人こう補強しとくというかさ、なるほど、まあ、有原はそう取られる取られないは別問題として、はい、欲しい選手ではあるんだけども、はい、でもやっぱこう保険をかけなきゃいけないし、うん、まあ、高額な人もなんか入ってるというね、はい、いうことなんで、だからそうだな、ソフトバンクのあのメンバーから言うと、はい、プロテクトしきれない人間もたくさん出てきてるから、だから高額の選手、はい、このぐらいだと取らないだろうみたいな一か八かの賭けみたいな、そうですね、それが出てるのかもわからないけども、はい、まあそれはピッチャーという可能性は強いよね。消せないですよね。そこは。日本ハムのやっぱ現状を見ると、はい、やっぱもう噂がポスティングで出るって言ってるし、うんうん、はい、今年かな終わったらね、はい、で言ってるし、やっぱ取りたいよピッチャーは。ピッチャーはいくらいてもいいから、はい、うん、まあそういうことは考えてもいいかな。で3人今言われていた有原投手、はい、それから沢村投手、そして筒香選手の去就の行方っていうのをずっと去年から言われていて1人有原投手も決まりました。残る2人、これ豊さんまた動画でお願いします。もうね、うん、帰ってきた方がいいよ帰ってきてやっぱキャリアを積んだ方がいい。まあその動画は、はい、後日、まあ、後日ということね、はい、はい。